リトアニア大公ゲディミナス。ゲディミナスの手紙は1323年から1324年にかけてリトアニア大公ゲディミナスによって書かれた書簡で6つの写本が残されている。これらの手紙はリトアニア大公国における初期の残存している文書の一つである。手紙は西ヨーロッパのローマ教皇、商人、職人に送られていることからラテン語で書かれている。 最初の手紙は、ローマ教皇ヨハネス23世宛てに書かれた。ゲディミナスは、ドイツ騎士団は、カトリック信仰の関心に基づいて活動せずに、残忍なやり方で土地を荒廃させ、人々は抵抗を余儀なくされていると主張した。ゲディミナスは、ドイツ騎士団による数多くの犯罪及び損害を以下に挙げる。例えば、先代のビテニスは、 フランシスコ会の修道士に手紙を送る現地の教会の面倒を見るためにリトアニアに来ることのできる二人の兄弟を求める手紙を送ったがこの時にドイツ騎士団はその手紙の内容を把握して軍隊を送って教会を壊したと主張する最後の文章ではゲディミナスは曖昧とした形でのキリスト教の受選と教皇への復従を約束している 二番目の手紙は1323年1月25日に、リューベック、スンド、ブレーメン、マクデブルク、ケルンその他都市宛に書かれた。ゲディミナスは、リトアニア大公国は、キリスト教徒に対してはとても寛容であるが、ドイツ騎士団が残忍であることから未だに、異教信仰が残り、キリスト教を受け入れられないでいると主張した。これに関しては、 最初の教皇を見ての手紙でも述べられており、カトリックを受け入れる意思を示している。ゲディミナスは、騎士、エスクワイア、商人、医者、家事屋、車大工、靴直し、川なめし職人、教職人その他をリトアニアに招き、制約なしで、各々のの職業と信仰をさせるがままにした。農民は10年間の免税を約束され、商人も、関税ないし税金を免除された。 この手紙は、原理とアニアの首都であるビリニュースが最初に言及された資料であることからよく知られている。そのため、1323年は、ビリニュースが公式に築かれた年だとみなされている。ゲディミナスは、たとえその統治以前に、ビリニュースが存在していたとしても、同都市の創始者とみなされている。また、ビリニュースが首都として言及されていることは明白である。 3番目の手紙は1323年5月26日に、リューベック、ロストック、スンド、グライフスバルト、シュケチン、ゴットランド島の都市に当てられたものであり、その本質は2番目の手紙の繰り返しである。様々な種類の職人がリトアニアに来て、おののの職業をさせるがままにするよう求めている。リトアニアには、 フランシスコ会による二つの教会とドミニコ会による一つの教会、計三つの教会があると言われ、皆が自由に使うことができた。四番目及び五番目の手紙も1323年5月26日に書かれ、フランシスコ・ドミニコ領海にあてられた。ゲディミナスは、洗礼を希望して、司祭と修道士をリトアニアに招いた。同時に職人がリトアニアに来るという、 幅広い保証を求めている。ドミニコ会に宛てた手紙では、ゲデミナスは自分の印象がドイツ騎士団によって焼き捨てられたことを言及している。最後の手紙は1324年9月22日にタルトゥ、エルゼル、タリンの地の支配者、リガ評議会に宛てられたものである。そこには、ドイツ騎士団が初期に締結された和平に違反して、国境地帯を襲撃して、住民を殺し、 価値あるもの全てを奪い去ったことが報告されている。多くの伝言者が捕らえられて殺された。ゲディミナスは条約の遂行を求めている。ありがとうございます。